井市中央卸売市場。ここには毎日新鮮で美味しいお魚や野菜、果物、また香り高い季節のお花が届きます。この番組では福井市中央卸売市場から四季折々の新鮮な情報を皆様にお伝えしていきます。今回は10月18日に開催します市場フェスタについてお伝えします。市場では毎年1回この時期に市場フェスタを開催しています。この市場フェスタは普段は資格のある人しか入場できない中央卸売市場の中で開催することで、市民の方々に市場の重要性や生鮮食料品の流通について理解をしていただくために開催しています。朝10時から昼1時までの3時間の開催ですが、例年たくさんの市民の方々に来場していただいています。当日は鮮魚や沿岸物、野菜や果物、お花などが市場ならではの形で販売するほか、大きなマグロの解体ショーや解体したマグロの販売、バナナのたたき売りなど皆さんが参加できる楽しいイベントも開催します。青果の催し物について福井青果の吉田さんにお聞きしたいと思います。お願いします。はい、今年もですね、例年、非常にですね好評でございます、バナナのたたき売り、2回行わさせていただきます。1回目が10時半、2回目が11時半ということでですね、盛りだくさんにですね準備してございますので、ぜひともご参加いただければありがたいなと思っております。その他におきましてはですね、詰め放題ということでですね、玉ねぎ、じゃがいも、そしてまた人参ということでですね、今野菜が多くございますので、これはもう一般の、皆様方にはですね重宝されるんじゃないかなというふうに思っております。今回の青果の催し物はすごいですね。はい、もう青果部スタッフ全員がですね、皆様にですねお安くご提供させていただきますし、もう絶対ですね損はないですね。ぜひとも、福井市場の方へ足を運んでいただければありがたいなと思っております。10月18日市場フェスタ、ぜひ皆さんお越しください。お待ちしてます。10月18日午前10時から福井市中央卸売市場でフェスタ開催するので、皆さんぜひ来てくださいね。お待ちしてます。